次のチャレンジ EDF に登場するゲストさんを早速ご紹介いたします。こちらの方です。うちだよ、うちうち、オオカミミオだよ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんと今度はバーチャルの世界から、はい、バーチャル、オオカミミオさんが来てくれました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もちろんちなみんと私初めまして。はい、初めまして。私も初めましてです。初めましてなんですが、なんて呼んだらよろしいでしょうか。そうですね、よくミオちゃんとか、うんうん、あとミオシャって呼ばれてます。ミオシャ、ミオシャ。じゃあミオシャって呼んでも今日はいいかしら。あ、ミオシャって呼んでください。ぜひぜひお願いします。お願いします。かわいいな。かわいい。表情が豊か。なんかね、うん、始まる前ね、はい、緊張するってちょっと言ってた。かわいい。笑ってないで。めっちゃかわいいんですよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、EDF が大好きということで、特に EDF5 をやり込んでいるピュアな EDF 単位ということですね。ピュアな。ピュア。ピュアとは。あ、なんかこれ売ってますね。あ、これ。死にますよって言ってますけど。死にますよって言ってますけど。集まる。集まるよ。同じ声ですね。バーチャルの仲間が声がでかいもので。いや、このゲームは声出ちゃいますよね。出ちゃいます。出ちゃう。楽しそうに遊んでいただいてありがとうございます。こんなに盛り上がるゲームを提供していただき、あの楽しそうにみんな死ぬ助けて。すごい笑い声に釣られそうになりました。さてさて、ここで岡島 P からミオさんに提案があるということです。提案ですか。はい、まあ、せっかくここの地獄の一丁目に遊びに来ていただいたからにはですね、何かお土産を持って帰ってもらえるじゃないかと。地獄のお土産。ミオちゃん。よろしかったらでいいんですけど、弊社の EDF6 に出てみませんか。おお、